全国有数のスイカの産地として知られる富里市では毎年この大会が行われており、35回目の今年は首都圏を中心に各地からおよそ1万2600人が参加しました。参加したランナーの中にはスイカの衣装を身にまとったり体にペイントをしたりと、この大会ならではの格好の人もいて大会を盛り上げてくれます。この大会の最大の特徴はコース途中にある給水所ならぬ給水化所です。取れたての地元のスイカが所狭しと並べてあります。ようやくお目当てのスイカの前にたどり着くと、水代わりにスイカをかじりながら走り抜ける人や、のんびりスイカの甘さを味わう人など、レースそっちのけのランナーもいました。思い思いにスイカを味わった参加者たちは満足そうにスイカ畑を走り抜け、ゴールを目指していました。